で思ったんだけど、うん、29歳じゃん、うん、でなんかやっぱりなんかほら U 字ヘッドってさその結婚したいとかってあるの、うん、実際、うん、まあね、あ、まあ、あるはあるけど、おお、あるはあるか、ある、あるけど、うん、まあ今のままじゃねダメだっていうのは、うん、まだでも若いから今はダメだけど、うん、まあこれを自分で変えていかないと、うん、ダメだね、今のままはダメだけどね、今は全然ね、うん、100% 中にすると、うん、な何パーセントかと、まあまだ 5% ぐらいかな、何 5% 全然ねえな5% しかないの1割もないな1割ないね、 10% もないから、これからもしかして29になって、うん、もしかすると30歳になったら出会うかもしれないし、うん、まあ分かんない、うん、それは分からないですね、ねえ、そう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 、うん、で今でちなみにさ、うん、今までその彼女が作ったことで、ちなみにさ、うん、今までその彼女が作ったことある？ん？彼女が作ったことある？今まで？うん、彼女？うん、まあ、うん、ありますよ。あ、あるの？ありますよ。え、嘘？うん、え、それいつの時？それは、20歳の時でしたかな。20歳？21歳の時でしたね。おおおお、まあ日本人じゃないですけど。そういうことね。あの、もう、そっち、中国人系。ああ、中国人系。ああ、なるほどね。それはどうだったの？どのぐらいで別れちゃったの？結局はね、その子は、まあ、騙されたらね、でした。ああ、なるほどね。うん、あの子は、うん、良くなかったですね。あ、俺良くなかったって、良くなかったというか、うん、あの子は最悪でしたね。うん、思い出した。そういえば、なんか、そんな話言ってたね。うん、そうだ、それも今思い出したわ、あの例のね、うん、あれはあれだよね、その当時俺反対してたんだよね。そっか。でそれで要するにごめんね、あんまり、まあ、言わなかったら言わなくてもいいんだけど、結構やっぱお金吸収された。お金はやばかったです。ああ、マジか、うん、え、もう何百万単位？400〜500万ぐらいかな。ええー、だと、うん、分かんないですけど、まあ、約にすると。マジか、うわぁ、それは何、これ今さ、動画公開して平気？あ、いい、大丈夫。大丈夫？マジか、あ、ちょっとそれ衝撃的だな。なんか、その、何だっけ、うん、その中国人の人はさ、うん、まあ要するに、終わる時間、終わる時、その何だっけ、お店に来て、うん、もう店、まあ、中国人のお店に来てとか、なんか、うん、ね、来てとかあるじゃないですか。うん、で、結局お店行って、その後に、まあ、ご飯とか食べ終わった後にご飯食べたりして、うん、でなんかなんていうんですかね、買い物しに行くのかな、うん、まあ、買い物がすごい高くて、おお、1万過去に行ったのでビビきりましたよ。あの過去の買い物、お、まあ、要するに買い物っていう、うん、買い物ね、うん、お買い物があるんですけど、そこでね、いや、まさかそこまで行く金額を、うん、支払うとはね、うん、どのぐらい行ったの？1万超えしました。1万超え。で、それは何を買ったの？なんかいろんなものを、なんか医療品とかね、あ、なんか生活品とか、ひでえな。とかとかね。それ買わされたんだ。買わされたりして。うわー、じゃあ、あとは100均、なんか100均の方に行った時に、なんか、もうひたすら買わされた？ダイソーかな？ああ、だから要するにめちゃくちゃ買わされたってことでしょ？めちゃくちゃ買わされました。うわー、それ完全、あれどこで知り合ったんだっけ？それはなんか横浜らへん。横浜らへん。ああ、もう大体嘘ついたな。そうそう、なんか思い出した。そう、横浜らへんね。横浜らへん。ああ、じゃあもうやばいね。あれは自分でも、うん、あんだけ作っちゃってとかね。まあ、で当時俺も覚えてる範囲だと、それ止めたんだよね。でも俺の彼女はそういうことしないって言ってて、うん、で、まあ、ちなみにそういうなんか、そう、じゃあ、キスとかそういうのしたことあるのかって言ったら、別にないって言ってたんだね。だから、いや、それも絶対利用されてるって言ってたんだけど、やっぱ彼必死だったから、もうしょうがないなと思ってて、で終わった時ぐらいにやっぱ相談来て、そうだ、すごいなんかもう愕然としてたというか、真っ青になって来たの、相談されたの覚えてるわ。そうだ、それあったね。そうだ、もうだってもうかれこれ結構経ってんもんね、あれもね。うわー、そっか、そんなやられたんだ。あ、やられたね。いや
それ、それ本当、今もう一度言うけど、うん、え、いいの動画に公開して。マジか、分かった分かった。じゃあ公開はするけど、まあそういう、まあ、中国人がいたと。いや、まあ皆さんももうこれ動画見てる方気をつけた方がいいですよ本当に、うん、悪い中国人だったから、うん、まあいい中国人もいるとは思うけど、ね、ああもちろんもちろんいるっていうのは聞いたことは、うん、情報では聞いたことはね、うん、まああるけど、結局何その、まあ、あの別れようとした時どうなったの。まあ、別れる時も、まあ、うん、まあ別にもう連絡をしなかったで、あ連絡来なかった、それでもう終わりにしたけどね、うん、なんかほら変な人とか出てこなかった。変な人覚えてないな。でもなんか悪さ、うんうん、みたいな人いたかな。マジ、うん、なんかヤクザみたいな人いたかなっていうのは。うそれさ、うん、中国人マフィアでしょ。中国、そうそう、やっば、うわ、じゃあさ場合によってはさ下手したら命取られてたよ。そうやば。いや結構そこそんなやばかったっけ。そう結構やばかったね。えぐいな。俺もやっぱりあの時はもう当時もう好きでしょうがなかったんだ。あの時はもう好きで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 しょうがなかったなっていうのもあるけど、そうやっぱ変な中国人がいたっていうのはね。ああなるほどね、うん、それいい人もいるんだけど、もちろんもちろんもちろんいるんだけど、俺に当たったのは悪い人でしたよ。ああそっか。いやー分かりました。すごい悪い子だったから、あ、まあ、ま、勉強にはなったなっていうのは。ああ勉強にね、うん、でも本当、ね、これは本当に言えるのは、まあ要するに、まあ、今さっきも言ったけど、うん、まあ、皆さんにもね気をつけていただきたいっていうのもそうだし、友人ヘッドもそれやっぱ伝えたいでしょ、うん、やっぱり皆さんに気をつけていただきたいっていうのを。なるほどね。まあ本当に今も何度も言いますけど、まあ、まだ若い方とかもし見てましたら本当に気をつけた方がいいですね。うん、やっぱりそういうね、あの美味しい話っていうのはないと思うから、いやそれねとやっぱり取られてからじゃ遅いと思うし、その時警察は行ったんですか。警察は覚えてないな。あーじゃあ行ってない、下手したら行ってないね。そっか、わかりました。まあでもそういう、まあ辛い、まあ、恋愛事情じゃないけど、まあそういうことがあったと。そう、一応じゃあその人以外まで付き合ったことないんだ。まあそう、ちょっと覚えてない。ああ覚えてない。うん、まあなるほどね。まあそんな感じでしたね。なるほど、まあ、また後悔ありましたら。ああそうね、まあこれからね、これからありましたらね。わかりました。皆さんそんな感じですね。恋愛じ、友人ヘッドの恋愛事情はこんな感じでしたね。ではですね、まあちょっとと、ユージヘッド、まあ、まずありがとうございます。うん、ちょっと辛い話させちゃったけど、うん、申し訳ないです。で、今まあね、こういう話があります。まあ皆さん、本当に、まあね、これから恋愛する方も気をつけてくださいね。もう大人でも、年関係ないと思いますのでね。はい。ということで、まあこの動画がね、いいと思いましたら、チャンネル登録、グッドマーク、よろしくお願いします。お願いします。最後にですね、ぜひともコメントいっぱい書いちゃってください。よろしくお願いします。いや、コメント欲しい。コメント欲しいね、うん。ちょっとね、びっくりしたわ。そんなことなんかあったわ。言われてみれば。うわー、そっか。じゃあ皆さんもね、とりあえず、こういうことがあったよとかあったら、ぜひともコメントください。よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしよう。よろしく。はい、どうも、カズシドです。今ここトイレと。でもね、ここね、今すごいさ、綺麗になっちゃったの。前は、古い時はやっぱここでもなんか出るって話を聞いたけど、まあ、頭でかいな。それで、頭でかかった。今ちょうど俺の頭らへんに入ってる。まあここは防空壕ね、やってるところだから、はい、そう、あそこのさっきのところ続いてるの、うんうんうん、反対側ちょうど、はい、実はね、最近ね、心霊 YouTuber さんがね、よく使ってるおもちゃなんですけど、まあおもちゃというかね、おもちゃですね。はい、それがこちら。じゃじゃーん。これ皆さん知ってます？このおもちゃの名前はマネマネお猿と言います。はい、何で使われてるかと言いますと、こんな感じです。こんな感じ。どうもカズシドです。どうもカズシドです。真似してますか？あれ？
はい、どうも、カズシドウです。今日もですね、なんと心霊スポットに来ました。で、この名前なんですけど、3分間トンネルです。多分ね、皆さん結構ね、ご存知な人もいますけど、ちょっと3分間トンネルに来ました。現在ですね、3分間トンネルは、その中には入れないっぽいんですよ。でも説明今とちょっと読ませていただくと、観音崎自体も心霊スポットとして有名ですが、必ず話題に上がるのがこの3分間トンネルです。スイッチを入れると3分間だけ、明かりがつくことからこの名前が呼ばれてます。でもね、実際ね3分じゃないらしいよ。だいたい1分か2分らしい。なんか前入れた時はね。で、なんかね、中にね牢屋みたいなのがあるみたいで、なんかね、あの取り憑かれたらいう人はなんかね牢屋を舐め回したりとか人もいたらしいよ。そういうなんか現象があったみたいで、実際に横須賀ではランキング4位なんですよね。4位に入ってるんですよね。うわー、合ってます。はい、見てください。ここが3分間トンネルです。やばいやばいやばい、奥何も見ないよ。これがスイッチで、多分これ押すと電気がつくのかな。今使ってもいいのかな。一回つけてみようか。3分間トンネルいいですか。これわかんない。あ、ロックかかってます。あ、ロックかかってるね。多分今使えないのかもしれない。では早速やらせていただきます。どなたかいますか。今なら話せますので、もしよかったら話してください。ごめんね、今話の途中ね。あ、ちょっと寒くなんなかった。俺感じてる。ちょっと今寒くなって、なんかちょっとね雰囲気変わった気がする。ごめん、なんか俺ちょっと感じてきた。いや、これ冗談だけど、明らかにちょっとさっきよりか寒い。お、呼吸、何どうした？え？え？ポコンって音。何？音？うん、ポコンって。どこで？いや、これ鳴ったじゃん。俺この辺から聞こえましたけど。そうそう、俺ここ。ここだよね。え、俺何にも聞こえなかったけど。え、それではスイッチ入れました。どなたかいらっしゃいますか？緊張してんの？